箱の元へ。ここに貯金しておきますね。申し訳ないが、その2000円は貯金したと思ってもスイちゃんが使います。預金しときますね。それはもうスイちゃんが使っちゃいます。残念ながらもうスイちゃんのものになります。有効活用してね。はい、最近さ、スイちゃんね、モスバーガーをよく食べるようになったの。ウーバーで店頭で食べるときは、買うときは玉ねぎ抜きでって言えるんだけど、ウーバーイーツだと玉ねぎ抜きでって言えないんですよ。もう仕方なく、いやいや、その玉ねぎありのモスバーガーを食いまくってたの。もうなんか玉ねぎ抜くのも億劫になってしまって、なんかそしたら玉ねぎ最近ちょっといけるようになってきた。ソースうまくて克服できたのかもね。そうかもね。玉ねぎ美味しいのに、何々美味しいのにって、なんか何々が苦手な人がさ、何々美味しいのにっていう時さ、もう何々が苦手な人の気持ちは分かってない。分かってない。美味しくないんだもん。だって美味しくないんだもん。悪い、食べれねえものねえから分かんねえわその気持ちって。今言ってる人いたね。別の国では美味しい美味しいと言われている、芋虫とか食べれるんですか。ひねくれてる。呼びなさいよ。ひねくれてるとか言わないでよ。言い返しが子供ない。芋虫美味しい。でもなんか本当にうまいらしいね。こうエビみたいな味って聞いた。エビ？エビじゃないのかな。だからまあ食感とかはエビに近いっていう風に聞いた。まあ、タランチュラ食べとる女もおるしな、世の中には。食べたことあるの？あるわけねえだろーい。やっちゃうめー。はい、始まりましたよ。叫んでるの、叫んでるの聞こえますよ。みんな、みんな、ちょっと、みんな、みんな、始まりましたよ。アイドルしてください。はい、ということで始まりました。多分ホロライブでは初めてのゲームなんですけれども、はい、お宝を盗みながら みんなで協力しつつ、あとはもうぶん殴りつつ、はい、優勝を目指すというゲームです。話聞いてますか、はい、皆さん、はい、話聞いてますか、はい、